今期大豊作と、豊作豊作と言われまくってますが、実はとんでもないクールなのかもしれません。どうも力斗です。というわけで、いやー、毎日毎日よくもこんなすごいアニメが出てくるなというところでね、もはや感心してきたんですが、またね、やべえのが始まりました。やーべえのがね、もうトップクラスに、もうなんじゃこれはと、もう意味がわからないと、ものすごいのがね、始まったかなというところで、そのやばいのは、面白いのか、それとも絶対見るなのか、まあ、その辺もね、含めつつ、まあ、その作品の1話を見た正直切る感想というところで、いつもお願いしてまして、コメントはありで話していきたいと思いますというところで、まあね、ほんともう、コンティ、もう面白い作品、こう、土曜日のシーンにバーって始まったと思って、ほんと最強のクールだと思ったら、やべえ作品もバンバン来るっていうところでね、もうほんと、今回の作品はもう開幕からもトップクラスのやばさなのかなというところで、ほんとある意味注目なのかなというところですが、作品名、それが、こちらというところで、神なき世界の神様活動でございます。結構笑いになってんじゃないですか。もうなんかね、僕全然マークしなかったですよ。全然マークしなかったんですけど、なんか結構なんか1話の後になんか笑いになってるなっていう感じは、受けてて、うん、で、漫画原作っていうところでね、2019年からかな、連載されてる、月刊ヒーローズさんで連載されてる、漫画のアニメ化という、まあ、異世界ファンタジーと、まあ、異世界転生ものですね。もういいわと思った人もいるかもしれないですけどね、もう早速、まあ、ネタバレなしの感想、結論からというこれ。入ってきたと思うんですけど、今回この神なき、世界の神様活動1話見させていただきまして、ネタバレなしの感想、結論としましては、正直ですね、ワンチャン面白くなるかもしれないです。いや、ワンチャンこれダークホースワーかもしれないなっていうのが、本当もうシンプルに思っていることで、もうね、なんかすごい入り、なんかやっぱもう最近の異世界転生でもあまりにこうテンプレを見すぎたからなのか、なんかすげえ新鮮で、いやもう意味わかんないですよね。なんじゃこれって感じなんだけど、なんかすげえワクワクしてるんですよ。もう早く2話見てえなって、いうのはあって、うまくいったらめっちゃ面白いかもなっていうのは、思ってます。で、作画に関しては、なんか CG でね、なんか一瞬マジでモロ CG のモンスターみたいに映って、ちょっとあれ吹いちゃったんですけども、まあまあまあ。まあちょっとなんかね、CG はなんかやばいの来るかもしれないですけど。でもこれ、もう見た瞬間にね、なんかやべえと思うと思う。何これみたいな、なると思うんだけど。だし、結構エチというか、マジかみたいなね、ところもあるんですけど。うまくいったら化けんじゃねえのっていうのは思うし、なんかね、すごいね、こう、1話だけでなんかすごい濃密だったんだよ、ある意味。本当に。ね、僕はね、なんかめちゃくちゃ面白いとかそういう1話じゃない気がするんだけど、これおもろくなるかもなっていうのをなんかシンプルに思った、そんな作品だったなっていうね感じを持ってます。まあ、ひとまずまあ視聴は継続してって、もうダークホース枠になっていくと嬉しいなっていうのは、すごい思ってるんですけど、いやーもうほんとね、今期はなんかやべえのがどんどんどん来て、まあやべえ中でもこの作品はなんかかなりポテンシャルはあるのかなっていうのは僕は思ってるし、まあ異世界転生にね、まあ飽き飽きしてる人も、まあそのなんかあんまり見てこなかった展開っていうのもね、見れるかなと思うんで、そう、まあ、異世界転生ってね、大概主人公最強でなんかもう、なんか倒しまくりますみたいなさ、ね、なんかハーレム結成みたいなね、ハーレム形成みたいな、そんな、なんばっかなんですけど、まあちょっとダークな雰囲気とか、まあなんかエッチー雰囲気とか、まあいろんなね、感じを出しつつ、で、ちょっと読めないんでね、っていう今後の展開もね、まあすごい、楽しみだなっていうふうにね、思ってます。はい。というところで、まあ基本的に作画良かったね、CG のとこぐらいかな。っていうとこで、声優も結構豪華かな。声優に関しては、えのきくん主人公だったかな。ザワさんだもんね、ヒロインがザワさん。あ、では、紀藤ちゃん、スミベめっちゃ豪華やな。尾形さんとか見るやん。諏訪部さん、ゆうきあおりさん、リエリー、やばいな、めっちゃ声優陣豪華じゃん。これでも注目作なんじゃないですか。まあぜひね、1話とりあえず見てみていただくと、これなんじゃこれってなと思うんで、でまあぜひね、2話以降でこう化けてくれることを、期待したいなっていう作品かなというところでね、はい。まあ今回
これは見るなわけじゃないです。見るなとかね、もう見るなというか、これはやめた方がいいとか、とてもねえのっていうのは、まあ、いろんな意味があるんですけど、今回のは、なんかまたちょっと面白くなる可能性があるかなっていうね、感じたんですが、なかなかすごい作品が、来たらかなっていうところでね。うん、まあ、こういう作品も盛り上がってくると、本当になんか、豊作がより豊作になるなっていうの感じであるし、まあ、ただ僕は思うのは、なんかシンプルにおもろい新作、ダークホースみたいなのが来てほしいなっていうのは、まあ、正直思ってますけど、うん、まあでもいい、またなんかね、いい作品というか、うん、なんか斬新というかね、始まったのかな。まあ、下手したらね、もうクソつまんなくなるんで。ちょっと間違えたらもうクソつまんなくなるんで、なんやこれってもうすぐ切ると思うんですけど、まあまあ、3話ぐらいまでとりあえず見て、また判断したいなっていうふうに、思ってます。キャラクターとかもね、ヒロイとかも可愛いですんで、うん、そういうキャラクターデザイン的なところでもいいのかなっていう感じは、してます。ひとまず2話がね、気になってしょうがないんで、楽しみです。はい。ということで、ダムラッシュの感想を以上としまして、ここからはアリの感想というところね、入っていきたいと思います。ダムラにご注意くださいというところで、うん、まあ、多分ね、これ結構ノーマークだった人も多いかなと思うんですけど、ほんとね、なんかすげえの始まったなというところで、ネタバレにご注意くださいというところで、まあ最初ね、まあ、主人公なんかやばい宗教だよね。うん。なんかこう、宗教の、あれか、子供っていうところで、うん、でなんか、結局なんかね、こうなんか事故かなんか死んじゃうんだよね。で、なんか異世界転生っていうところで、なんかで、異世界転生ね、主人公がこういろんな異世界転生のこうなんかあるあるというかさ、そういうのを期待してたら全然起きない。なんかむしろなんかめちゃくちゃ平凡みたいなね、うん、感じかと思いきやっていうところですよね。なんか修正みたいなね、うん、感じでなんか自殺をなんか自らするとか、なんか主人公たちはなんかこう、その中からなんかこう、はぶられたじゃないけれども、うん、ねえ、なんていうんだ、そう、外されたというかね、うん、村八分みたいなね、されてるみたいなね、感じで描かれていくっていうところで、まあ、どんどん作品のね、後半になって、まあ、作品っていうか1話の後半になって、この作品の異様さみたいなのがね、どんどん浮き彫りになっていく。まあ、平穏に見えてね、なんかすごいモンスターみたいなのが出て、そもそもなんかこれやっぱこれまあ普通じゃないんだろうなっていうのは思ったんだけど、まあそこで魔法が出るんかと思ったら逃げ出しますみたいな。まあ、別にここまではね、全然なんかまあ普通というか、まあ、そんなにまあ面白いのかどうなのかぐらいでしたけれどもね。うん、後半のダークな感じと、まあ異世界転生した後のねえ、ヒロインちゃんなんかね、主人公なんかやばかったよね。もうなんか、これいいのかみたいな。問題シーンかみたいなね。うん、まあ面白かったし、酒飲みまくって、まあまあ、てか、なんか弱いですとか言って、なんか異世界のエロ本みたいな。古来のエロ本みたいな。まああのくだりも面白かったし。でまあ、後半ね、なんかやばい状況。うん、なんかみんな殺され、まあ、なんか修正で自殺を許されるのか殺されるみたいな。うん、そういう状況で最後なんか、切られちゃうんだよね。で、おみたいな。終わったみたいな。まさかのさ、切られたんだけど、なんか、御霊っていうさ、なんか多分、主人公だけが崇拝してた、やつが具現化したのか、あれが 本体なのか、なんか出てくるんですよね。で、なんかそれで、最後、ザーさんも切られた、ザーさんが切られたっておかしいんだけど、ヒロインちゃんの名前が、アルラルちゃん、うん、が、なんか復活したのかどうなのかわかんないですけど、まあ多分復活んだと思うんだけど、うん。ということで、なんかエンディングになんか綺麗に入っていくという、これ、いや、そのまま終わんないでよ、みたいな感じで、なんかすごいツッコミどころ満載だったんですけど、まあ面白かったですね。うん。なんかやっぱさ、なんか楽に押されたみたいな話もありましたけれども、うん、すごいここね、なんかこう一瞬にしてこうダークな雰囲気になる、なんかすごいまったりしたところからダークな感じになるのも良かったし、うん。そう。で、ここから主人公がなんかうまくあそこを打破していくのかな。うん。っていうか、なんかまた、ただただこう、杖とかそういうタイプじゃないと思うんで、うん。そこはね、なんかすごい面白いし、ほんと展開読めないね、ところが連続してて、そこも良かったなっていうね、思いました。はい。まあほんとなんかいろいろと新鮮というかね、うん。面白かったけど、なんかサシさん何、自らシリーズ構成してんのか。ほんとだ。うまくね、面白くなればいいかなっていう。感じっすけど、うん、どうなんだろうね。まあちょっとまあひとまずまあ様子見かなっていうか、2話の展開がすごい気になるなっていうところですけどね。なんかやべえの始まったなっていうところで、まあちょっと紹介動画っていうこうね、上げさせていただきました。まあダークホースというか、なんか本当面白くなるといいなと思うし、まあ、下手したらさっきも言ったようにね、クソつまらんくなるんで、それだけは勘弁してほしいなというふうに、思ってもらいます。思ってます。まあ。なんだかんだこうみんな生き残るのかな。まあ、ヒロインも可愛いし、なかなかエッチいんでね、なんかうまくそこを出しつつ、はい、まあ
この世界のこのなんか闇というか、なんかやばい、どう見てもね、うん、こうなんか打破していくような展開になると思うんですけど、うん、その中でなんかいろんな面白さが出てくると、まあ、展開のこの読めなさっていうのも出しつつね、なっていくと面白いなっていうのを、思ってます。もしね原作読まれてる方とかいたらね、なんかその原作こっから何面白いのかね、なんか失速するのかとかね、まあ、ぜひコメントいただけたら嬉しいですし、まあ、アニメもね、まあ、アニメならではの面白さというか、ね、その雰囲気とかね出しやすい作品かなとは思うんで、まあ、あとはその2話以降、まあ、結構1話の最後でね、なんかすごいことになったんで、その御霊出てきてね、なんだっていう感じで終わったんで、うん、まあ、そこ以降ね、あの面白くなってくるといいなっていうふうに思ってます。はい、という感じで、今回の神なき世界の神様活動1話の正直すぎる感想は以上となります。この時だけありがとうございました。まあね、まあ、ダークホース枠っていう感じになってくれると嬉しいなっていうところですけどね。まあ、本日本当やべえのが立て続けにね、毎日のようにこう、なんか、皆さんにこう紹介したくなるみたいな作品ばかり出てきて、まあ、いいんだか悪いんだかっていう感じですけどね。はい。まあ、シンプルにこう、なんじゃこれ、面白すぎるぞ、もうボロ泣きしましたみたいなのが、まあ、ここから出てくると。だからここからまあ、ビッグタイトルどんどん来るんで、まあ、そこは楽しみに待ちたいなというところでございます。はい。というところでね。またね、まあ、来週以降も数の動画上げるかもしれません。それがもね、まあ、本気ガンガン動画上げていきますんで、ぜひこの機にチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上とします。以上にしたいと思います。見られたらぜひね、感想なんかもコメントいただけますと嬉しいです。ということで、します。コーナーをしていただきありがとうございました。